しげしげチャンネル、こんにちは、ふみです。今日はですね、無惨を使って裏修羅に行きたいと思います。鬼滅の刃のガチャを引いてですね、星8で唯一出たのが無惨だったんですけど、まだ使ってなかったので、ちょっとね、育てて、裏修羅に行きたいと思います。で、まあ、リーダーは無惨で、こっちの無惨が、超覚醒 80% 以上強化のツボルタの武器で、さらに 80% 以上強化。で、サブ、リーチェ、正月リーチェですね。超覚醒、マシンキラーのお前さん積んでるよ。たまらないようにしてます。フェゴランは、お邪魔耐性に、で、潜在でお邪魔目覚め耐性も振ってます。で、まあ、ドロップ、消せないドロップとかもね、解除してくれるし、6色人で、とても便利ですね。いおりさん、転生いおりさんは、7コンボ強化にしてて、で、ここ無効貫通にしてるんですけど、なんとなくです、これは。はい。で、アシストで泥強つけてます。で、ここなんですけど、ここね、本当はなんだっけ、KOF コラボのさ、強い子いるじゃん。あの子がいいんですけど、出てないし、いいキャラがあんまりいなかったんですけど、ちょっとまあ、毒耐性持ってるし、超転生芝にしてきました。火属性ね、枠です。で、まあ、ここは体力キラーついてるんですけど、これは多分、ランダンの名残です。で、1枠愛したから、気ダメージ軽減、プラス。なんとなく、決めるのは来たら怖いんで。で、アシストは、あれですね。フェゴランの武器って感じかな。フレンドさんの無惨はファガンの武器ついてて 80% 以上強化ですね。これで、行ってみたいと思います。76じゃないさ、裏修羅めっちゃ久々なんですよね。76じゃないからパズル教室はさ、大丈夫だって勝手に思ってるんですけど、どうなんだろうか。操作時間見るの忘れましたが、あ、つながっちゃった。落ち込んなしなんですよね。で、2コンボ加算で、4コンボ加算。4色以上消せばね。4コンボ加算強いよな。落ち込んないけど全然火力出るもんね。よーし、ここはさっさと乗り越えていきたいよ。あー、やだー、すごい繋がってる。なんで？あ、繋がってる。あぶねー。危ないよー、ほんとに。手汗がすごい。さあ、これはどうしようかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあいいや、ちょっとわかんないから、考えてもわかんないから、こういうのは、人に組むが吉。絶対適調あー、ほら木が余ったじゃん。すいませんでした。やったー。いやー、やっぱり76よりは全然アシっすね。アシストよだわ。これは完全に。じゃあここはもう陣を打っていこう。どんどんこのパーティーね、芝以外スキチャー持ってるっていう珍しいスキチャーがいっぱいパーティーです。操作時間は果たして何秒なのだろうか。一撃はちゃんと縦組まないと入らないから、そこはね、気をつけないと。これで死ぬから。おい、闇が一個もないぞ。おいおいおい、すごいな逆に。まあでも一旦ちょっとしのいどこ。ああ、いい感じ。ああ、これでルーレット取って抜いていこうか。やっぱりルシファーのパズル教室がさ、さらってクリアできるとストレスなくていいね。ここは一旦適当に行こうか。死にやしないでしょ。死にはしない。ラブリーアタック。もう絶妙に色がないですね。まあ、火力としてはやっぱ闇がさ、闇が大部分を占めてるからさ、闇がないと困っちゃう。これであんまりね、ぐだるとリーチ溜まっちゃうから、早めに行きたいよ。出たー。これどうする？リーチ打っちゃうか。溜まり直すかな。あの人たちまで。12回、13回だっけ？12回？ちょっとわかんないけど。いやー、困ったな。私が裏知られると絶対出てくる、この子。まあ、どっかで下りたいね。4色あるから大丈夫でしょ。真ん中さえ抜いてくれれば。いやー、これどっかでぐだらないとな。ここでぐだる？ここでぐだろうか。あと15ターンか。闇を消さずに。そう。あー、すごい。よし、これでリーチ帰ってきたよ。よし、よかった。リーチ帰ってきました。で、無惨も一体帰ってきたし、このオロチのとこいらないな。一回打っちゃおうかな。無駄に打っていきます。なぜか無効貫通の形を組む。もうね、無効貫通がちょっと厄介なんですよ、このパーティーはね。なんで全色消すが、いおりが無効貫通洗剤持ってるけど一人だからな。なかなか頑張れいおり、頑張れいおり、君ならできるよ。ーし、いいぞ。やっぱ56って欠損するんだな、結構。76でやってると欠損なかなかないけどね。まああるけどさ、あるけどさ、とりあえず左を倒していただいて、ででこの辺でいっとくか。リーチオン。正月リーチ持っといてよかった。やっぱでもミリオが欲しくなるけどね。パスカとか使ってると。でも正月リーチ持っててよかった。よーし、いいぞ。やっぱ76よりこっちの方が向いてるな。56の方がやりやすいわ。よし、やばい、根性やんけ。大丈夫？やめて。即死の人ですか？即死の人？あー、よかった、優しい人だった。あ、コンボ加算あるからね。7コンボは全然大丈夫です。こうやってすぐ無効貫通じゃなくて追い打ちを忘れるんだからさ、危ないよ、まったく。よし、これでどうすか？これでどうすか？よし、無惨帰ってきた。ここで無惨使いたいね。うん、無惨使いたい。使おう。私の言うことは絶対である。絶対いいである。絶対いいである。これでこれ抜けたらすごいよ。すごいよ。あ、全体攻撃にすればよかったね。あ、さすがにちょっと怖いから芝使おうかな。おお、怖いんですけど、全体攻撃しようか。やだ、怖い。ほい。これでどうにか抜いてくれないかな。お願いしますよ。おい、よーし。ここはでかい。ここはでかいが、しかし回復がない。使っちゃおう。陣の消費が激しい。誰もいなく、そして誰もいなくなってリーチが。見せよ。見せよ。見せよ、やだな。今何回 ?16 回とかか。こないだ、なんだっけ、何のパーティーで行ったんだっけな。パスカ善逸か。パスカ善逸でさ、フラシラ行って、まあ、キメノアに負けたわけですけどね。そろそろ勝ちたいよ。勝つところを見ていただきたい。無惨様で勝ちていいのに。はい。そろそろ勝ちたいんです。落ち込んだしはね、もともとなんで、意味ないんですよ。あ、さ、すごい繋がってた。こんなに繋がっても11コンボなんだ。強すぎんか。出たー、無効貫通やつー。いけいけ。あー、微妙な削り具合ね。発狂にはいかないぐらいの。無惨打って、無惨帰ってくるの早い。さすが。回復力がちげえわ。ここにはよ日本語がおかしい。日本語がおかしいんです。よし、ゲイ。さあ、結構楽々に来てるよ、今のとこ。いいんじゃないか。76はさ、苦手な人、これいいぞ。これいいぞ。耐久力もあるし。てか、HP が高い。HP が高いの。よー。これ決めのは耐えれんのかな。耐えれなそうだよ。知らんけど。いや、決めのは出がちなの本当にやめてほしいよね。動画的には美味しいのかもしれんけどさ、本当にやめてほしい。出た。ここはまあ適当でいいのよ。よし。いや、多いなぁ。いや、76だと全然気になんないけどさ。多くね？いや、ルーレット多くね？遅いから。やばい。回復消してね。それはまずくない？やめて。危なーい。危ないよー。あー、怖い。これで抜いたすか。よし、来たんだけどリーチ溜まっちゃったからさ。全然あれがないよ、直性吸収無効が。まず一発でどんぐらい削るかどうか。エンハンスありで。無残のエンハンスありで、ああ！結構削る。結構削りますね。まあ、デバフかかったから、こんな感じで。怖っ怖っ。いや、1回でもさ、4色以上組み合わせてたら結構終わりっすよね。半分、これで半分でしょ。すごいパワーブレイクしてくる。回復がないんだよな。怖っ。怖っ。これはちょっと無残案件だな。8秒か。怖すぎ。私の言うことは絶対である。8秒で組めるかな。いきます。すごい散らかっちゃったけど頑張れ。いや、それはまずいやん。再挑戦して1個前のメノアを倒したと思ったら、やっぱりキメノア出てきた。しかもさ、見てください。リーチャーと25ターン。ウケる。あー、ちょっと信じられん。キメノアに好かれすぎじゃないですか。本当に嫌だな。割合180を耐えられるのかどうか問題ね。そこが耐えられるんだったら、まあワンチャンなくもないのか知らんけども。回復ないしな。回復はないしな。わ、ちょっと待って、これ色全然なくない？私の言うことは絶対である。これが最大か。どうする？なんでキメノアが出てくるの？半分いっちゃったよ。これ負けたらもうスタミナないよね。取ります。おお、怖すぎ。3色しかない。あー、本当に怖いな。見て回復。よしで、リーチ頑張ってくんね。リーチ頑張ってくんね。うっ、おい、え、これさ、芝にさ、軽減プラスついてなかったら耐えれんってなくない？え、神調整。神調整では。びっくり。え、でもさ、これ次、回復間に合うんかな？これ次回復間に合うんかな？いや、マジで、決めるのはさ、なしで。はーい、なしで。なしでお願いしたいわ、本当に。回復追いつくのかな？追いつかないよね。やめて、本当にやめて、お願いします。ありがとうございます。リーチ来た。リーチ戻ってきたよ。これもう行くしかなくない？もうだよ。これ削れると思うよ、ここの。いやー、きつ。これもう、芝使うか。全部使っていこう。リーチ、ムーザン、闇嫁。おお、全然ない。みんな、姫ノアに勝つ瞬間を見てみてくれ。最大コンボめちゃめちゃ少なくないか、これ。いきますよ。ここに水にしよう。あー、ずれてるずれてる。こんなんで。お願い。いやー、本当に削ってお願い。あー、無理なんです。いや、まだあると思うけど、あ、でももうないな。あれ、もうなくない？これだって軽減かけれないもん。軽減かけれなくない？おお回復。あー、今さ、フレンドさんの方の無惨がさ、の陣がもう一旦早く帰ってきたらあったよな。悔しい。だから決めのじゃなかったら勝ててるって。今日も皆さんに勝つところを見せられず、大変申し訳ございませんでした。次回こそ何パで行くか知らないけども、勝ちたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。